さてと、はい、この番組はね、プロダクション IG 制作のドラマ CD クラットクロスで早急ステレオゾーを演じる矢作さゆりと、はい、つげふみガブリヤゲブリゲル役を、なになに、お兄ちゃん、お兄ちゃん、もう一回、つげ、つげふみガブリエル役を演じる、まじまじゅんじ、ギャッお届けする、かわいい兄弟クロストーク番組です。はい、はい、お兄ちゃんと一緒お兄ちゃんと一緒、今日どうした今日お前なんで、私いつもこういうテンションですよ。なるほどね、ちょっとびっくりしてます。あ、私こういうテンションラジオよちょっとかラジオよか、いつものっていうテンションと違ってちょっと戸惑ってらっしゃる。そうですね、うん、若干戸惑ってます若干戸惑ってますよね。若干ですよ。これ妹のラジオ用テンション知ってほしかった。マジか、今日すごい授業参観してるみたいなやだ、なんか身内になんか仕事ぶり見られてるみたいな。俺は結構ラジオでもテンション変わらない人だから、うん、全くこのまんま、うん、このまんま飲んでようが喋ってようがもうあんまり変わらないタイプだから、うん、ここまで歴然と変えられるとね、うん、なんかこうどびっくり、お仕事だもの、おお、なんかいや言って当然みたいな感じで私もちょっとやっちゃってますけど、そうだよね、これ見たら多分、うん、まあ本人、あ、みんな眼鏡でね、あ、そう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 、何も違和感ないんですけど、うん、でもちょっとこれ見たら多分あの子泣くから一応ね、そうね、まあ言っときますと、さくらさん風邪ひくということでちょっとね、皆さん分かってると思うんですけど、ちょっと引いちゃったんです彼女ね、フライアウェイなんですよ今日は。だからまあ今日代わりに兄ちゃんが、はい、ちょっとまさかねゲストではなく MC としてまず呼ばれるとは思いませんでしたけどね。そうなんです、ね、ゲストに来てもらうより先に MC で来てもらうってちょっとね、本当はおもてなしする側なんですけど、まあ、しょうがないね、アイムエンタープライズで代打といえばまじまじゅんじ、そうなんですよね、そういうところがきっかり打ってくれるから、まあ、きっちり打っていこうと。すごい、うちのお兄ちゃんすごいでしょ、楽しいでしょ楽しいね。ということで